今回もランダム単語ガチャ即興スピーチ行ってみたいと思います。ランダム単語ガチャ即興スピーチというのはランダムに選ばれた3つの単語を使って即興でスピーチを作るというものです。それでは早速引いていきます。さあ今回はどんなキーワードが出てくるでしょうか。ほい、じゃーん。警備員、中央銀行、おいしい。警備員、中央銀行、おいしいです。それでは早速行ってみましょう。日本の中央銀行といえばもちろん日本銀行ですね。ところで日本銀行は一体どんな形の会社だったかご存知ですかね。これ実は普通の株式会社なんです。知ってましたか。なので個人の株主さんが2名だか3名確か3名ぐらいいらっしゃるそうです。その方たちの持ち分がどれぐらいかは僕も知らないですが、日本銀行といえば日本のお金を発行する権限を持っている銀行です。日本銀行券と書いてありますね。そう、つまり言ってみれば日本の要になる、日本の経済の要になる銀行ですね。それをなんと個人が株主ですから個人が持っているっていうことになります。その名前は実は明かされてはいないので、実際誰が日本銀行の持ち主なのか正直なところわからないのですけれども、日本銀行の株券を持っているということになれば、それは日本の経済をもう心の底から守ってくれる、そんな思いでいなければちょっとおっかなくて怖いですよね。だって日本の経済の源であるお金を発行する銀行です。その銀行を個人が掴んでるとしたら、その人は本当に日本という国をしっかりと守るんだ、日本という国をしっかりと発展させるんだっていう気持ちでいてくれないとちょっとドキドキしちゃいますよね。僕はきっと日本銀行の株主を持っている人はそんな素晴らしい人だと思っています。まあ言ってみればちょっと言葉はあまり良くないかもしれませんが、日本を守ってくれる日本の警備員さんみたいな、そんなかっこいい存在だ、そんな風にね信じたいと思っていますよ。そんな日本銀行の株ちょっと考えたらなんとなく一度でいいから、一生に一度でいいからちょっとでいいから持ってみたいって気がねちょっと湧いてきたりしませんか。まあもちろん持ってみたところで何ができるわけではないですし、こうなんか日本に対して自分が仕事の外でなんかこうできるわけではないのですが、株式会社だっていうとまあもちろん買えるわけではないんですが、日本銀行の株券なんかね持ってたら美味しいと思いません？ちょっと言えませんよ、人には言えません、人には言えませんが、あ俺日本銀行の株主ね、もちろん人に言うことはできません、何度も言いますがね、言うことできませんが、日本銀行の株主としてなんとなくちょっと世の中に美味しい思いができそうで、凡人の考え方ですかね。そんなこと言ってるとだんだん自分がなんか情けなくなってきました。そんなことで自分がこうなんか気持ちを上げられる、なんか情けない人間のようにねなってきましたが、日本銀行といえど株式会社、そして株式会社であるがゆえに個人の株主がいて、個人の株主であるはけれどであるけれども日本という経済を守ってくれる、そんな頼もしい人、そしてもしかしたらちょっとだけ美味しい思いができてる人かもしれませんね。そんな美味しい人にちょっとなってみたいなってあなたも思いませんか？